えば学校だったら年に何回とか発表の場とかがあったりするの？ああそうか。起立、気をつけ、礼、直れ、着席。なんだかね、小学校の頃を思い出してしまいましたけれども、とすると今日のジャズは礼儀作法のお勉強。昨今ジャズマンも礼儀作法は大事でございますが大事ですね。まあそれはそれとして、はい、今日はコード、はい、和音っていうものの勉強をしたいと思って、はい、ただいまお辞儀和音というものからやってみたんですが、お辞儀が和音の勉強になる。この和音の連なりといいますか、はい、今弾いたものっての案外みんな日本の音楽教育は不思議なもので、これを覚えてますよね。今これやったんですね。チャン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 って、そうですね、コードネームで書くと C と F と G しかないんですね、はい、この3つ。これってもしかしたら小学の時にドミソの音、はいはい、ドファラの音、シレソの音って、1とか4とか5とかで習った気がするんですけど。それは進んでますね、先生が良かったね、はい、うん、それでこれ基本三和音とも言うんですよね、 C、F、G っていうのはね。あ、でこれがまあそうなんで、大体の簡単な小学唱歌はこれで弾けちゃう。僕なんかこの和音を最初に覚えたので、その自分でメロディー弾いて、うん、勝手にくっつけて弾いちゃったっていうのがまあ早い話、ジャズ的なものの始まり。例えば唱歌っていうと蝶々とかチューリップとかもこのまま弾けますよ、はい、前回からやってる、ジギ和音だけでスワニー川ができて、でもなんか唱歌のようなその素朴な美しい響きがあるんだけど、ジャズっぽくはないですよね。ジャズっぽくはないです。これあくまでもどこまで行ってもこのドミソしかない、なんか清らかな空気の中で、の汚れもない、汚れがないですね、はい、そんな感じします。じゃあ例えばお辞儀でもね、ジャズっぽいお辞儀ってできるんですか？それはありますね、清らかだけでは嫌なのがジャズマンでございまして、はい、例えば同じものをですね、ジャージーなお辞儀でしたなんか変なことが入ってる。なんかこれってもしかしてドミソ以外に、はい、なんか別の音が入ってる。そうです、そうです。じゃあ今日はその、コードの仕組みについてね、教わってみたいと思います、はい、カトリアン教授お願いします。カトリアン教授、今日はコードのお勉強、はい、はい、よろしくお願いします。まずコードの音には、こういう記号の、英語の文字が書いてありますけども、はい、この英語の文字はどこから由来しているかといいますと、うん、ここに、ドレミファがこう並んで書いてありますけども、はい、これを、英語で、言った場合の、事柄になってます、うん、音楽で一番大切なラの音が A で、そこからスタートして、はい、こちらに戻りますが A、B、C、D と、ドレミファで言いますと C、D、E、F と、ドが C ですね、はい、そうです、うん、そして、ドの上に、音を積み重ねていくと、はい、そのまま C という、あるいは C メジャーと呼ばれるコードが出来上がります。ドからドミソとか、ドから積み上げた音が C、はい、そうなんです、一つ置きでこう積み重なってますけども、はい、これが C、はい、ドレミファソラシというのの、ミとソをくっつけた場合ですね。じゃあ、はい、さっき出てきた G とか F とかはどうなるんですか？はい、例えば G の場合ですと、ソから今度は考えて、ソを仮にドとして考えて、ソってだからここがソで G ってことですよね。はい、G をドと見立てて、うん、ドレミファソとの中のドミソ、はい、そうです、ミとソを、くっつけてあげると G という和音が出来上がります。分かった、はい、
これはもちろん、D からも積み重ねることができますし、それからそれ以外にも、シャープやフラットがくっついたものも、それはちょっとコードですね、はい、いろいろシャープフラットがつくと、はい、見つけるのは大変かもしれませんけども、はい、みんな響きが同じだっていうことが肝心です、そして、はい、コードネームには、このメジャーコードだけではなくて、マイナーコードというふうに呼ばれているものもあります、例えば C マイナーですと、このドレミなんですけれども、今度は、山下さんよかったらちょっとこの順番に、はい、今はこれは悲しい響きですね、はい、C からスタートするんですが、これは単調の音階が使われていますけど、そのうちのミの、これまあフラットですけども、ミとソが使われていると、はい、はい、そのようにしますと、やはり、これも G で考えてみますと、はい、このように、ソから始まる音、はい、ソからスタートして、はい、これをドレミと見立ててあげると、はいはいはい、これがミで、これがソですね、はいはい、でミの音が、フラットしている、半音下がると、こうすると、3つの音でできる、コードっていうのはこれでもう、2つ有名な、ものが、出てきました、はい、すごく明るい和音と、それから暗い和音と、暗い和音と、はいはい、で、はい、C や F や G っていうのは、先ほどお辞儀でも、何回もいろいろ他の曲にも使われるという例がありましたけども、コードで言えば、いわゆる三原色に相当するような一番、はい、基本的な、音の色合いということになります、はい、そして、その後に、はい、ジャジーな、お辞儀が出てきましたね。さっきジャジーなお辞儀になりました、はいはい、でこれはどういうコードの積み重ねになっているかといいますと、うん、今までは3つしか音を使ってなかったんですが、はい、これに4つ目の音を足します、はい、例えばここに書いてあります C メジャー7っていうのは、はい、はい、今 C のところまで来ましたけど、うん、このドから数えると7番目の音に相当するものを今までのドミソに足してあげます、はい、あ、おしゃれな音になりました、はい、これは、C メジャー7、それから、一つおきに今音を取っていきましたけども、これを下の C メジャーのところは同じなんですけれども、今度は C ではなくて、はい、ラに相当する音を加えてあげると、ちょっと素朴な感じが、これはだから6番目の音ということですね、はい、そうですね、はい、ラの音を加えてあげると C6 というコードが出来上がります。それから同じ4つ目の音を加えるときに、もう一つ、これがなかなか独特なサウンドがするものなんですが、はい、フラットとこう来てますね、はい、今度はこう臨時記号が出てきましたけれども、はい、これはこれまでにない、フラットのついた音なんですけども、なかなか特徴的なサウンドで、これは、ジャズの音楽をやってますと、はい、何かにつけてこの音を加えて演奏したりすることが多いと思うんですけども、よく出てくるんですか？出てきます、はい、ブルースっぽい感じですね。これなんか、そうそうそう、ブルースっぽいです。ブルージーなお辞儀なんてできちゃうのかな、あ、そうですね、そうですね、これは先ほど の、はい、の洒落た感じとはまたちょっと違う、もうちょっと力強い、はい、ゴリッとした感じがしますよ ね、ありますよね、はい、こういう、じゃあ加える音によって、随分こう味わいとか色合いとか変わってくるんですね、はいはい、三原色から少しなんか混ざったような感じが出てきまして、今のような、ブルースっぽい感じのコードはジャズではよく出てきますけども、山下さん、何かこう、お辞儀の和音を使って、先ほどのような、小学校唱歌ではないもの、何かThank you.
になってきましたね。なんかこうカウントを取りたくなってくるような、うんうん、で今のがですね、はい、どのようになってたかというのをちょっと解説しますと、はい、同じように C7 と似たような音を使うことで、うん、作られているものばっかりなんですけども、今こういう感じで進行していったんですか。はい、いつの間にかこうテンポが出てきた形で山下さんに今惹かれた、わけですけれども、はい、小説をもし、書くんだとすると、うん、こんな具合に、12小節の塊でもって今惹かれたわけなんですね、はいはい、これのことを、ジャズでは非常に、重要な、構成で、ブルース形式と言います。セブンはついてますけども、はい、やっぱり、はい、あのさっき言ったコードの 3つの重要なのが、はい、そうです、CFG という点では一番初めのお辞儀と全く同じなんですけれども、うんうん、4つ目の独特なサウンドを付け加えて、はい、それをこう順序正しく並べて、変えてあげると、うんうん、ジャズで、基本的なブルース形式になってしまうと。はい、これだけ学べて結構楽しめますよね、はい、すごく単純な形なんですけども、これだけでも十分ジャジーな演奏になると思います、うん、そうですか、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、じゃあ山下さん、なんかとっておきのね山下流のお辞儀、あ、はい、ちょっとみんなで、やってみようかな。じゃあ起立、気をつけ、礼、直れ、着席。典型的なブルースの進行ですか。そうですね、ジャズで使う、ブルースコードと言います。はあ、はい、なんかすごく日本にいるのではないような気になってしまいますけれどもね、これを生徒さんたちに挑戦していただくわけなんですけれども、これと今のと全く同じことをやっていただくわけですか。そうです、同じコード進行をやってもらいましょう。はい、こちらに伴奏が出てますけれども、ここに今やりましたね、はい、さっき僕がやってたのはここの辺は全部 C7 で、それをもう少し複雑にしましてね、はい、少しコードをたくさん増やしました。 C7 っていうのはドミソに、セブンスの音が入るんですよね。Cのフラットが。そうです。あ、なんかだんだん分かってきましたね。どんどん読み取れちゃうでしょ。 Gm7 っていうのは、ソから始まる、ソ、シ、レのマイナーだから真ん中のシが半音下がって そこにファが入る。そうです、ファ。素晴らしいですね。いや、もうそうやってどんどん読み解けてきますよね。そうすると弾けると。でこれを、はい、テンポ通りに弾いていけば、うん、今みたいな流れに乗った、その音楽ができていくわけですね。なんか注意点っていうのはありますか。注意点は一つはですね、はい、このコードを押す時の問題がありまして、ドミソだけじゃダメなんですか。はい、ドミソですと例えば、はい、C7 ですとこう弾いて、次 F7 ですからこう弾こうとすると、ここからいきなりわーっとこっちへ行かなきゃいけません。そうですね。それを避けるためにね、はい、ここにこういうものを用意しましたけれど、これが音の積み重ねですね。そうです、これドミソシですね、はい、こうなってます。でこれは C7 です。 こっちが F7 ですね。 F7 でここからこうわっと飛ばないで良いためにですね、はい、同じこの音をこの、はい、狙いまして、こう順番は変わらないんですけど、このように、はい、ドからも同じ音を弾けるんですよね。あ、ということはピアノでいうと指が近いところで動けるわけですね。こういうふうにしますから、ドミソシを弾いておいて次 F7 だよって言われても、いきなり F の方へ走っていかないで、ここでスッとこう巧みにシフトすると、
これはちょっと左手だけで伴奏していくときにものすごい武器になります、はい、うーん、さあそれでは、生徒さんたちに、参加していただこうと思うんですけども、やってみる人、はい、はい、ギターの椎谷君と、はい、ピアノの野次さん、どうぞ。結構これ勇気いると思いませんねえ、はいなんて手を挙げるの、大丈夫なもんですか、プロの方とそれから、まあ、生徒さんが一緒にやるっていうのは。このコードの読み方の掟さえ、うん、知っていればですね、はい、できるはずです。なんか私ね、授業参観みたいにドキドキしてきましたけれどもね、準備はいいかな、心の準備も OK ですか。はい、じゃあお願いします。途中からサックスが入ってくると急に華やかになりましたよね、サックスボブザンクさんです。ありがとうございます。さて、今の出来はいかがだったでしょうね。あ、野次さんに感想を聞いてみよう。どうでした。リズムが難しい、はい、まだ緊張なさってるような感じがしますけど、山下さんいかがでしたか。基礎的なことはちゃんとできてますね。からリズムが難しいと言ってるけど、ジャズのリズムは後でまたやりますが、反拍ずらして弾いてたりしてますよ。ちゃんちゃんちゃんとなってましたよね、はいはい、高度なことを野次さんはやってらしたわけですね。もうすでに知ってたわけですね。じゃあちょっと椎谷君に聞いてみよう。さあどうだ。緊張しました。うまく思うように指は動きましたか。うまくできました。先生に聞いてみようかな。道下先生、はい、どうでしたか。音が小さくて、うん、よく聞こえませんでしたね。あ、これはボリュームっていうのも本人の演奏の、そうテクニックのうちですか。そうですね、テクニックのうちっていうか、うん、気持ちですよね。だから目立ちたいっていう気持ちっていうのと、強調したいっていう気持ちっていうのかな、自信っていうのもありますよね。そう、うん、勉強になりましたね。なりました、ねえ。山下さんどうですか、全体的には。ですからこうやってね、はい、起きてさえ覚えれば、うん、プロのミュージシャンと一緒に一緒の、うん、こうなんていうんですか、流れの中に入ってこうゆったりとこう進めるんですね。あ、それからコードがこう次々に変わっていくときにこう、うん、どこかへ進んでいってるって、その感覚ね、うんうんうん、進んでいくコード、うんの上に自分も乗って何かをやっていく、その感覚がすごくいいんです。それはいろんなコードであっても進んではいくんだけど、その時何のコードを使って進んでいきたいかは自分でこう決めていくんですよね。使うコードによって進む道の景色が違ってくる、うん、それを楽しむ、そこに乗っていく、これがジャズでしか味わえない気持ちです。これで演奏してる人も楽しいし、聴いてる方もいろんな景色やなんか色とかが見えて楽しいのかもしれないですね。そうですね、うん、なんかすごくどんどん楽しさが広がっていく気がします、はい、さて続いてはジャズに恋する方々を、紹介するコーナーです。私とジャズ。私とジャズ。落語と共通してると思う。落語っていうのはね、同じ演題をその話し家によってやっぱり同じものでも
違いますでしょ、表現が。その違いみたいな中にその人の人生観とかそういうものが出てくるという、そのこう面白さがどうもそのジャズプレイヤーにある。ですからだんだんそのアレンジしたものよりもアドリブの多いジャズに当然惹かれてきますよね。いわゆるコンボといいますか、ジャムセッションといいますか。そうするとますますそのなんかまたその人間がね途中で変わってくるんですよね、世の中の流れの中で。同じそのフレーズをずっとやるんではなくて、やっぱりだん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 その時代に合わせるというか自分なりの解釈で変化してくる演奏の仕方が、これがやっぱり非常に面白かったですね。なんかあの例えばデュケ・エリントンみたいにその本当に最初からあんまり決まってない、まあ、実は決まった音楽なんだけども、割とそのなんかエンターテイメントをこう入れてる音楽のくせに聞き込んでくるとものすごいというのにだんだんこう出会いますでしょ。そうするとね、当初僕はそのフルバンドから入ったからまたフルバンドに戻っちゃうんですよね。あの割合そのアレンジしたものでもその方がどうも本物じゃないかなと思い出して、ちょっとまあいろいろ異論はあるでしょうけどね、なんかこう洗練されたというよりむしろそのいかに楽しませる音楽を作ろうかとするために一生懸命になってるっていう努力の方が見えてきて、あの俺が出て吹いていれば客が喜ぶんだというモダンジャズのスタートはだいぶその厳しさが逆なんじゃないだろうかという気がしましてね。そうするとあの僕は自分は映画監督だから、その映画の撮り方なんかでもやっぱり木をてらって当てる映画よりもオーソドックスにやってて、やっぱりきちんと揺るぎのないものを作ってる方がいいのかななんていうふうにね、こう自分にこう振り返ったりして、妙にねあの人知れずそのこんなこと恥ずかしいけど、やっぱりあのジャズマンのそれぞれ悲劇のジャズマンの生き方みたいなものをね参考にしている場合がありますね。ジャズマンは真っ当が嫌い真っ当が嫌いなんですね。自分の感性といいますか、やりたいことに忠実になりますと、うん、あの少し何かとは対立してきちゃうことがあるかもしれません。じゃあ100人の演奏は100通りの色合いが出てくる。そういうことなんです。なんかもしかしたらジャズマンはすごく照れ屋さんでね、で気持ちを音で飾って出してんのかなとかって思っちゃいますけれどもねとりあえずドミソーなんていうおおらかな明るい太陽に こんな風なのではないようですねそうか、ちょっとなんかこうひねくれた部分があった方が何かちょっとね、うん、キラッと輝く音が出るのかもしれない。今日のじゃあエンディングの演奏はこれはあのジュビレーションっていう曲で、うん、あの今日最初から出てきたあの基本3和音ですね、はいはい、C だ F だという、うん、あれがねなぜかすごく綺麗にあのテーマで響きます。あそういう曲がありましたので、はい、ご紹介したいですね。それからすごく基本の3和音が基本3和音があり、はい、そしてあの全体の曲調はすごくブルージーな、つまりブルースってさっきから出てきてました、はい、あの感じがするんですね。楽しみですね、はい、それではジュビレーションを聴きながらお別れです。